はーい。はい。はい。先週は生放送だったんだよね。どうも。手紙が溜まってますよ。はい、歌とアコーディオンの姉妹にとチャランポランタンボーカル妹の桃と姉はアコーディオンのカールです。せーの、チャラチャンラジオ。はい、先週ありがとうございました。皆さん生配信見てくださってね。ねえ、私の紐で遊ばないで、にゅいちゃん。紐楽しいね。このズボンの紐で遊ぶ、いい、遊んでないじゃん、もう。はい、先週はですね、チャラチャンラジオ初のスペシャル生配信、うん、はい、ねえ、スペシャルでしたね。あの前半はあのこのね、青と赤のバックでおしゃべりして、後半はスペシャル生ライブっていう感じで、はい、たくさんの人に見ていただきましたね。2500年、500年もね、もうね、2500年もね、うん、方々がね、の間、そう、うん、もの間がもう皆さんに本当に、うん、あの楽しんでいただけて、大丈夫なん、はい、2500人くらいのね、うん、ね、人がね見てくれてましたよ。ええ、うん、もうメッセージもね、はい、めちゃめちゃ来てるので。そうそう、前回その生配信の時はメッセージ紹介できなかったのでね、うん、そう、しきれなかったんですよ、はい、全然、うん、あの時もほら発表することがいっぱいありすぎちゃって、そうそうそう、はい、ね、どうぞ、うん、お願いします。あーだらこーだらやってたら、はい、お願いします。はい、はい、チャラちゃんネーム、やめろ、うん、離せ、そう、抱っこ嫌いなんでね、やめろ、離せ、パソコンのとこに来ないよ、あーあー、スリスリしないよ、あ、ここがいいね、はいはいはい、はい、ここがいい、ね、はい、ここ、ここ、あ、ここ、あー、ちょっと待って、パソコンが閉まっちゃうから、スルーン、パソコン閉まっちゃうから、そこにいて、はい、ここ、もうで読めないのでもここにいると、ちょっとしようかな、はい、もうちょっと、はい、もうちょっとね、あ、ここら辺、どうですか、はい、ここら辺でね、はい、はい、はい、チャラちゃんネーム、あきさん、はい、京都在住の女だそうですよ。初めてお便りします。アロハ、ハロリ、9月1日祝独立おめでとう、ありがとうございます。私がチャランポランタンを知ったのは瀬戸康史さんです、はい、瀬戸さんアコーディオン欲しいんだと動画を見てました。その後おすすめに蛇腹談義が出てきたのですが、しばらく気にも留めず過ごしてました、うんうん、コロナで自粛の続く中でおすすめに出てきた蛇腹談義で小春ちゃんを知り、チャランポランタンってどんな人たちなんだろうといろいろ検索しました。コロナで、あ、同じ文章じゃん、うん、ももちゃん小春ちゃん2人の魅力にすぐに落ちてしまいました。アメブロを1から全部読んでみたり、それはやばいですね。すごい、待って待って、小春が多分18ぐらいの時からのが残ってますから、すごいよ、うん、それはやばいですよ。で結構その蛇腹談義からの人さ読んでるよね。いや、しかも恥ずかしいんですよ、なんかちょっとすげえカッコつけてる時の文章ありますから、ね、うん、音楽とは、うん、みたいな、そうそうそう、なんだらであるみたいな、なんか二十歳ぐらいのなんか生きた文章がさ、うん、我は歩いて帰るみたいな、ね、内容のやつがあるもんね。誰、恥ずかしいもんね、うん、そういうの、それ恥ずかしいのかな、うん、はい、はい、YouTube で過去の動画を見たり、今すっとこどっこいラジオ劇場を検索しまくってます。昔のいいですね。チャランポ中毒です。今年の春は自粛中に一人チャランポ祭りでした。ありがとうございます。はい、で本当は独立後初のライブなので絶対に行きたかったのですが、まだまだコロナが蔓延してる中、うん、ワクチンも打ててない私は京都在住ということもあり、うん、今回は泣く泣く参戦を諦めました。行きたかった、行きたかった。ごめん、めっちゃ掘ってるわ。あ、本当ですか、りゅんちゃんね。でもこれね、あの配信がありますってね、うん、発表する前の話なんて、よかったですよね。配信を YouTube でいたしますよ、うん。ライブに行きたいけど行けないもやもやの気持ちをどう紹介したらいいのか、紹介したらいいのか教えてください。はい、コロナに負けず頑張りましょうって言ってますね。すごい、ごめんごめんね、すっごいね、うん、猫が忙しそうにしてんの。そうなの、居心地が、ね、一旦落ち着いた。そう、居心地の悪さがちょっと、はいはい、珍しく夕方に撮ってますよ。いや、でもまあ珍しくないか。うん、
嬉しいね。でもこうやって、でも1週間経ったんだね、独立から。そうなんです。いや、はやあっという間ですよ。もうね、まあバタバタしてますね。はい、いろんなねことでしてます。充実した日々を送っております、うんうん、はい。お次は、はい、チャラちゃんネーム、モンさん。モンさん、アロハ。ハロリ。瀬戸さんのおかげでチャランポロのお二人を知り、それからというもの、瀬戸さんのおかげだね。そう、それからというもの、チャランポのある生活をしてきた大学生です。いつかライブでお二人にお会いしたいなと思っていたのですが、京都に住んでて、また京都だよ。京都さん多いね。大学1年生ということもあり、予定や場所が噛み合わずにいたのですが、先日、うん、渋谷のヒカリエにグッズを買いに行ったところ、う、偶然チャランポのお二人に遭遇し、あの人だ、ちっちゃく挨拶することができました。黄色いバッグをかけてた少年です。確かにちっちゃく挨拶されたかも。横のお店にさ、ちょっとさらっといて、ちょうどその思想してる方が、女性の方が一人いて、その下にハロリってしに行って、そう、でその後、ほいじゃあ帰りますかとか言ってて、それではさようならとか言ったら、男の子、男性の方が一人、そう、あ、そう、いたの、そうそう、挨拶してくださったその人だ。そう、その人です。はい、ありがとうございます。はい、まさか初の生チャランポがああいった形になると思ってなかったので驚き、で、その日は興奮とアロハって言っとけばよかったなという気持ちでいっぱいでした。とっさにでもさ、うん、確かに出てこないかもね。出てこないよ、アロハって言えばよかったって、そう、うんうん、次は嬉しいお知らせばっかりでワクワクが止まりません。これからも応援してます。話が変わりますが、まあいいじゃんという曲を出されてますが、お二人は麻雀がお好きなんですか。あ、これはですね、はい、このまあいいじゃんという曲はなぜ出来上がったかというと、私ももが映画にね出演したんですよね。麻雀放浪記2020というね、あ、2020だったらもうまだ全然経ってないんだね。実は違う違う、あれは2020で、あ、2019年とかに出してる、出てる、うん、はい、あ、そう、2020、麻雀放浪記2020という映画に出演させていただいて、それを小原さんが見て、はい、もうだから映画出来上がった後にできた麻雀の曲、そうでございました。ごめん、映画私が今、うん、ビニールくしょくしょってた足で映画を見た感想を曲で、そう、すごいよね、やっぱり芸術家っていうかアーティスト。そう、映画を見た感想を曲にしたんですね。やめてね、ちなみになんですけど、ファンクラブ最近始まりました。せーの、チャラちゃんラジオ。すごい、先週から始まりましたファンクラブ、チャランポ号の中で使えるスタンプ、はい、皆さん乗組員募集しておりますよ。そう、その中でスペースランタンチャランポ号というファンクラブなんですけど、はい、その中でね使えるスタンプ、見せちゃおうかな。見れる見れる。ね、すごい LINE みたいなね、グループチャット機能とかねあったりとかして、ちょっとじゃあ私押してみようかな、それ今。見えるかな。いいよ、それちょっと後で送って、画面載せるからスクリーンショットで。あ、これ、うん、あ、やば、いっぱい来ちゃったごめん。それさ、ね、じゃあどうしよういっぱい来ちゃった、いっぱい来ちゃった、ちょっと見せちゃうかな。じゃあいっぱい来たよ。あ、いっぱい、あと画面がちょっと汚い。これいっぱい来ちゃった。暗くしよう、ね、見えないじゃんね、暗すぎた。見えるかな。なんかね、勝手に明るくなっちゃう。それは自動なんたら気使ってくれてんだよ。あ、ここが明るいからだ。ほら、みんないっぱい来ちゃった。はい、今いっぱい来ちゃった。今の、ね、ちょっと写真、はい、スクショ撮ってよ。スクショ撮ります。はい、それではい、送っといて。はい、送っときます。はいはい、このね、顔ね、小春ちゃんすごいの時の
はい、っていう顔で、もういつでも誰かがログインしてるからうちらがこうやってなんか今のあのグループチャットのところのにピコってスタンプをしたらいっぱいの人たちが同じスタンプそう返事してくれる。もう本当にグループラインですよ、うん、これは。そうですね、そう、あ、すごいたくさん押してくれる全部これだ。はい、これたくさんのコアちゃんのね、あの手書きのスタンプが、あのこのポゴ、通称ポゴね、うん、あのスペースランドのチャランポゴでね押せるので、ぜひ皆さん、何よ注意してくれたにょ、ぜひ、はい、リクミンになってください。今後もう少ししたらあの、うん、ファンクラブ限定のグッズとかもね、そこで売れたらいいなと思ってますんで、はい、ちょっと今いろいろなことが始まってちょっとバタバタバータしてるので、すぐには始まらないんですが、その限定グッズっていうのは、はい、はいはいはい、でもね、あのファンクラブ限定配信もこの間ね、生配信したりとかね、すごい楽しいんですよこれも、ね、まあちょっとね、あの生配信は楽しかったよ、めちゃめちゃ正直なこと言うと、うん、はい、で超乗組員、乗組員とあるんですけど、超乗組員になってくれた人はアーカイブも全て見れるという感じになってるので、はい、ぜひ、とてもいいですね、それは、参加してくださいっていうね。せーの、チャラチャンラジオね、映画とか見てそれの感想を曲で伝えてくれるというね、まあ、伝えてくれる、そう、まあいいじゃんっていうタイトルもね、秀逸、あのさすが小春節聞いてますよね。麻雀の間にいいをね、グッドをね、そうですよ、入れるというね、最高ですよね。そう、ぜひ皆さん映画麻雀放浪記2020も見てください。ハロリー出ておりますのでね、ドテコ役で出演しております。主演、あの斉藤匠さんでございます。はい、はい、まあそのファンクラブの話で言いますと、うん、始まったばっか、9月1日の始まったばっかの時間ね、コメントがいっぱい来ててましてね、はい、チャラチャンネームモッサンさん、コアルさん、ももちゃん、アロハです。ハロリです。独立旅立ちおめでとうございます。ありがとうございます。待望の生配信ラジオも楽しみにしてました。ここはまだ、ね、始まってない時間のね、うん、あれなんですけど、さて早速スペースランタンチャランポ号に乗船させてもらいました。楽しくて毎晩寝不足になりそうですって言ってますねそう、そう、まあ本当コアルちゃんも実際そうなってんじゃない。いやでもね、小春はね、うん、なんか言うたらこう覗き見し続けてるよね。ずっと見てるよ。私も見てるんですけど、本当グループチャットとか本当グループラインみたいな感じで、うん、ほっとくともう99プラスみたいな感じになってるんで。そうなんですよ。そうそうそう、もうね楽しいんですよ、とにかくね、コンテンツがたくさんあって、うん、トピックっていうところではスレッドみたいなね、うん、感じでね、あのテーマをね、誰かが立てたテーマに沿ってみんなコメントしたり、そうそうそう、いろんな機能があるので、ぜひ皆さんね楽しんでもらえたらなと思います。ファン同士での交流できるもんね、グルチャでね。納豆の美味しい食べ方を載せてくださいっていうスレッドもちゃんと盛り上がってますよ。ももちゃん、ちょっとこれ使って、使ってみてください。この、あ、そう、そもそもだって一番最初の、うん、なんか何あげますってやつの時にそれをね忍ばせといたの。うん、もう入れてないよこれ。あ、結局入れなかったんだ。そうで、誰か立ててくれたんだ。そう、あ、ほら、そう、入れて、ほら作ってくれてるよ。本当だ。あ、違う、私それコメントしたんだ。うんうん、あとなんか前にファンクラブのここ紹介するときに、うん、じゃあこうそういうのもあったらいいねなんて言ってて、はい、ちょっともうすごい楽しい感じになってます。はい、その他はどんなお便りが来てますか。はーい、チャラちゃんネームねまるさん、はい、小春さん、ももちゃん、独立おめでとうございます。ありがとうございます。ハロリ記念、はい、早速0時のゴングとともに入試前の YouTube を見て、ももちゃんの流暢なファンクラブへのご案内をしっかり聞いた後チャランポ号に登場してきました。ありがとうございます。イエイ、これから楽しみですね。はい、興奮して今日深夜2時半にメールを書いています。あ、嬉しい、お疲れ様です。ありがとうございます。お体にお気をつけて、美味しいご飯を たくさん食べてハロリを感じてくださいハロリを感じます。はい、はい、チャラちゃんネーム妖怪スプラババアさんです、うん、初めてお便りさせていただきます。
まずは独立と新ファンクラブ設立、本当におめでとうございます。ありがとうございます。早速超乗組員に乗船させていただきました。ありがとうございます。さて本日主人が岡山に単身赴任のため、うん、我が家から旅立ちます、うん、帰りは何年後になるか全く分かりません。そうなんだ。本日車で8時間かけて岡山に向かいます。大好きな主人が新境地へ旅立って、うん、大好きなチャランポの2人が新しいステージへ旅立って、寂しいと嬉しいが入り混じった9月1日、うん、私にとっても一生忘れられない1日になりました、うん、今一番いいとこ。どうかこんな私を励ましていただけたら嬉しいです。娘の受験が終わりました。はい、止まっちゃいました。娘の受験が終わりましたら娘と二人絶対ライブに参加します。嬉しいね。てかさ、まずさ、あの大好きな旦那様、いいですね。何それ、何それって何。ハロリーだ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。はい、こんにちは、アンさん。こんにちは、アンです。久しぶりです。あのカメラ少し恥ずかしいです。アンです。すいません。はい、はい、っていうメッセージが来てたり、ね、めちゃめちゃ他にもいっぱいあるんですよ。もうエールエールエール送るんだよ、はい、だから励ましてくださいって。う、うん、励まします。は、励まし方ってどうなの。せーの、チャラチャンラジオ。娘高校生か、うん、いいね。ぜひライブね、コロナとか、まあ、環境が落ち着いたらぜひライブ見に来てください。はい、はい、っていうかさ、これさ、ちょっとバンドメンバーからご祝儀ってか、 おプレゼント、はい、いただいたんですよ。オプオプ、すごくない、これ。呪われてます、呪われてます。はい、たくさん呪っていただきました、みんなに。はい、ちょっと開けたいと思います。これ何だったのってね、あのたくさんね、そうそうそう、気になってるから。これすごいの、これ、これしかもオリジナルで作ってくれたそうですよ。もう本当にあのそのお菓子作りの方が、そうそうそう、あの個人的に作ってくれた。お菓子ってのを知らない人もいるんですか。そうです、中身お菓子でした。そう、あのそのファンクラブの中では言ったんですけど、確かにカーニーこちらね、進む小山っていう方、小山進むさん。進む小山っていう人が作った、チョコレートの大会、世界大会でなんか優勝された、なんかあの、まだ残ってるでしょ。残ってます、ね、神戸のお店みたい、神戸の方みたいですよ。ジュルーって感じで、はい、説明が書いてあるの。チョコレートがとにかく美味しいらしいです。なのでちょっと上の段、これ全部ねチョコレートなんですけど、ちょっと少々なくなってます。それなんでだろう。お前が食ったんろ。なんでだろう。 ねえ1個ケース外れてるから気をつけて。あ、今これちょっと外しちゃいました、はい、これちょっとじゃあいただきます。なんかなんだと思うんだけど、はい、説明書に書いてあるけどね。あれ、中身見ればよかった。上等なチョコレートの音がする。ちょっと入れ物入れときますね。そうですね、うん、すいません、ガガガってちょっと言っちゃうかも。ねえねえ、絶対違うって。うん、あれ、なんか蓋が、あ、そう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 。で、下の段は、はい、ちょっと洋菓子が入ってます。美味しそう、ちょっといただいちゃおうかな。え、そうなんですか。いや、うん、違うんですよ、ももさん、あの、その何、もう祝ったお菓子じゃないですよ。違うでしょ。あのね、バンドメンバーの皆さん、ありがとうございました。違うでしょう。たくさんの、はい、はい、あのこの放送ではもう発売がもう始まっているんです。始まっております。今ドゥ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 
今残り何本だか分かりません。分かりませんが、ちょっと分からないです。はい、今日、9月8日、はい、水曜日、18時から、そうです。なんと、ついに、でん、ももびあー、ちょっとキーが違いますね。ももびあ販売開始されました。ももびあー、はい、ちょっとキーが違います、はい、ももびあね、ね、もうついになんとももびあプロジェクト始まって約1年、ついに商品化されたというわけでね、今手元に、しかもね、このももびあを購入してくださった方についてくる、どれかがついてくる、ポストカード、はい、はい、あります、こちらです、はい、こちらでございます。超かわいい、これがね、マットなのよ、すごい、マット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 なのよ、これすごいね、マット映ってる、映ってる、すごいね、マットでね、マット加工されて、これちゃん携帯のブーブーが鳴ってるんだけど、マット加工されててすっごいね、髪がしっかりしてて、すごい保存できる用のポストカード、保存できるポストカードって何、わかる、ペロペロじゃないの、ペロペロペラペラじゃないのよ、すごいちゃんとしたね、ポストカード。しかも後ろのこのももびあのマーク、これももびあのマークは私が、ハロリがね、描いたんですけど、このハロリが描いたももびあのマーク全部色が違うっていうね、可愛くない、すごい、これデザイナーチームが頑張ってくれました、超可愛い、はい、こうなっております。こちらの3種類のポストカードどれかがつくという感じになっているわけですね。はい、これどうなんでしょう、あの 18時からあの販売開始されてるんですが、売れ行きの方はいかがなんでしょうか。皆さんぜひゲットしていただきたいなと思います。あのモービアがね、これが売れ行きによっては、売れ行き次第では、あのモービアアンコールもね、うん、夢じゃない本当ですか、手上げでぜひ皆さんドドッとたくさん買っていただければなと思います。私興奮してる、ん何それ私興奮してる、興奮してるの、うん、やったじゃん、すっごい美味しかったんだから、あ、本当にやったじゃん、うん、めっちゃ美味しかったで、甘くて美味しいモモピアって言ってるんだけど甘くない、え、じゃあもう嘘ついてるじゃん。せーの、チャラチャンラジオ。人生そんなに甘くないっていう味。あ、苦くはないよもちろん。でも本当にごくごく飲める。てかこれはもうビール好きの方も、じゃあ、甘くしたい人はやっぱピーチネクターとかこう混ぜたらいいんだわ。ジュースと割っていただいて、いや本当に美味しい。最高のハロリ。ハロリ仕様、もう本当に美味しいビールができて、やっぱクラフトロックさんと一緒にできてよかったなって思った。よかったね、それは、うん、本当に、うん、でももう100キロ使ってるんで、もう本当に桃の風味っていうか、もうこう飲むじゃん、うん、もう鼻と口から美味しいから、もうわかる、フレーバーが鼻から入って、匂いが入って、鼻と口もモービア入って、もう鼻と口で美味しいから、こういう状態になってるから、すごいね、うん、すごいよ、超美味しかった、本当にぜひ飲んでほしい。でこのモモビアをもう今すぐというか、まあ、今どうなってるか分かんないですけど、18時から販売開始して、それを皆さんゲットしていただいて、12日はモモビア発売記念の生配信をいたしますので、うん、します、またここでね、はい、YouTube でモモビア記念の乾杯生配信しますので、ぜひ歌うんでしょう、ちょっとね、ちょっと
歌いたいと思ってますんで、はい、アーカイブは残らない、残る歌あ、わかんない、なんか残したいとこだけ残すわ、残したいとこだけ残すそうなので、ぜひ皆さん、はい、リアルタイムでモモビアを買っていただいて、それでリアルタイムでみんなで乾杯ってプシュって言ってゴクゴクって言って楽しみたいなと思っておりますので、ぜひモモビアゲットしてください、ね、超楽しみ、マジ超楽しみ、本当めっちゃ興奮してる私。せーの、チャラチャンラジオ、はいというわけで、ぜひ皆さんモモビアよろしくお願いします。こちらグラスで、あ、全然見えない、見えない、あ、全然、あ、もう反射してもらうから、黄色、わかる、あ、黄色じゃない、 あのこのライトの反射が本当だね、はい、はい、このね、モービア2本とこのグラスのセットもありますので、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、すごい明るい、あ、はいはい、調整してくれるってね、本当だ、調整してください。はい、よろしくお願いいたします。めっちゃ楽しみ、本当だね、いいね、このポスター、めっちゃいいし、ポストカードね、ポスターじゃなくてあ、ポスターも実はある、ちょっと見せてもいい、ポスター、はい、ポスターもあるよ、ポスターはでも、うん、あの9月24の新宿ロフトのあのライブ、はい、で会場限定で販売、まずは販売するまずは販売する予定なんですけども、じゃーん、かわいい、やば、無理めっちゃいい素材、ほんとだね、もうすごい、ちょっとそっち持って、すごいのよこれ、ほんとにこんな感じになったまーす、でやってまーす、はい、はーい、ぜひ ね、 これ、 ね、これってサイン入りが欲しいのかな、え、サインいらなくない、いるのかわかんないけど、とりあえず新宿ロフトはもうサインなし、わかりました、うん、でちょっと後にあの通販もできるように、はい、頑張りますので、うん、はい、ちょっとお待ちください皆さんね、はい、はい、というわけで、はい、今日はもうなんといってもモモビアの発売日というわけで、私は本当です、ね、たくさん、もう本当にそれはそれは興奮しているというよかった ねよかったね、というわけでね、またじゃあ12日に、はい、まあその前にあの歌ってみたようはね、1週間ってすぐ経つんですね、そうそうそう、あ、前回の歌ってみたような話しないといけないですか、もうね、楽しくなかったもう本当に無理無理の村って感じで、でもさ、あれ本当にもう楽しくて、ね、あれやりたいって言った人さ、モモだと思ってるでしょ、みんなでしょ、うん、小春だかんね小春だかんね、もうさ、あれ小春がやりたいってバンド譜まで書いてさ、え、そうだよ、これバンド譜書いたんだから、これね、フィナーレでフィナーレでテテレテレテレテテテテレテって書いたんだから、お得意のフィナーレでね、そうだよいや、あれはめちゃめちゃ楽しかった、私も家からあの、はい、マイマラカスを持参して、うん、そのマツケンサンバめっちゃ楽しかったな、あれほんと、もう一回やりたいライブでやりたい、いいんじゃない、うん、超楽しかった、あのマツケンサンバ皆さんご存知なのはね、まあこれは皆さん知ってる話かもしれませんけれども、はい、マツケンサンバ2ってのがみんな知ってるやつなんです、そう、1ってのが、私ね、分かってなかった、マツケンサンバだと思ってたのよ、あ、もう1ってのもある、はい、しかもあの1と2ね、うん、あ、もう全然作詞作曲も違うんですよ、そうなんだね、はい、うん、で、で皆さんその、まあ、今回あったのもマツケンサンバ2の方なんですね、うん、それでマツケンサンバ2は1994年、うん、あの1の2年後に作られて、ええ、ごめん待って、ん、94年え、私93年生まれなんだけど、はい、え、そん
めちゃめちゃでも流行ってなかった、マツケンサンバ。流行ってた。でもそれは時を経てってこと。そう、えですね、そうなんだ。あのね、これは歴史がありまして、はい、94年作られて、舞台版暴れん坊将軍が終わると必ず歌われてた、だそうです。いや、じゃあカーテンコールというかみたいな。そうそうそう、そうなんだ。でもCD も制作されてるんですけれども、うん、通常の CD の流通ベースには乗らなかったため、一般のレコード店には並ばないで、松平健の公演会場や通信販売のみで売ってたそうです。そうなんだ。で、すごい。そう、あ、じゃあ後からってこと。うん、後から販売されたんだ。そう、あまりにも人気で。そう、すごい。そんな、そうだとは思ってなかった。それで、ラジオ番組とかでも流れてたんですけれども、うん、まあこう1999年あたりで、まあ、リスナーの投稿とかで紹介されたりもしてましたと。うん、でもそれもその時点でもうさ5年経ってんのよ。すごい。で、じゃあもう長い、うん、で長い間愛されてる曲なんだね。2001年12月31日、うん、テレ東の年合わせする日本の歌でテレビ初披露。そこでっていう、もう何年も7年後7年か、うん、うわ、2001年、うん、すごい、私小2だ。で、2002年、うん、7月には NHK 歌謡コンサートでも披露されたのですが、あまり話題にはならなかったと。でも紅白歌合戦でさ歌ってってなかったっけ。それはまだ、まだまだって何。これ今言ってる中でまだです。ああやっぱだから1回目とまた別にあるんだ。1回目じゃない、これ2の話。今まだ 2の歴史があるから。2、94年作られてるでしょ。うん、まだまだ。まだうん、何まだですから。何か、うん、まだなんだ。そう、うん、2003年秋、うん、マツケンシリーズの楽曲を知った、シリーズなんだもんね。そうそうそう、うん、はい、ね、音楽関係の人がメジャー発売を計画、はい、まあ、メジャー発売を計画して、そしてその次の年2004年、もう全然もう歴史が、うん、ミニアルバム、はい、マツケンサンバ2、はい、その中にはマツケンサンバ1、うん、マツケンマンボ、マツケンで GO、 さらにマツケンサンバ2のリミックス版も収録、はい、っていうのがメジャー発売。あ、じゃあそれを知ってるんだ我々は。ねえ、そうです、そういうことだね。で、これがきっかけで一般的にマツケンと呼ばれることが多くなった。はあ、すごいなんか流れだね。そう、オリコンシングルチャート初登場17位。すごい。で、その年の12月31日に紅白です、うん、はいはいはい、それ見てるわ。せーの、チャラチャンラジオ。それで、まあ、紅白にも出演で、レコード大賞でも特別賞受賞。はい、特別賞とかあるのね。2005年ではオリコンシングルチャートで3位、うん、で、もう累計50万枚で、DVD は15万枚と。すごいね。やっぱあのスタイルで、やっぱ金の、やっぱそう、あのね、その、あの先週の収録っていうか、まあみんなでマツケンサンバやった時、マツケンサンバ2やった時、はい、前日の夜中にさ、小春さんがどうしても金の着物っていうか、まあ、浴衣っていうか、あれマツケンスタイルで歌ってほしいというので、はい、うん、ドンキにね、うん、探しに行ったんだよね。うん、あとに問い合わせました。問い合わせ結構なかなか、なんか、うん、大変だったね。わざわざ行ってなくて、なかった帰ってきたんだよね。そう、でもその前日だか当日だか忘れましたけど、本当にごめんって言って、直接も謝られて、私は。そう、本当にごめんねって、金の
衣装見つけられませんでしたって言われて、私頼んでないんだけどってだってなかったんだもん。そんなにちゃんと謝れることってないんだけど、小春ちゃんに。あの、うん、前回いつ謝れたのか思い出せないくらいの感じなんだけど、ちゃんと謝られて、もう本当にごめんねって。そう、うん、っていうね、もうマツケンサンバに対する情熱がやっぱ、もうみんな多分ハロリーがどうせ言ったんでしょって思ってると思うんですけど、この曲に関してはもう完全に小春ちゃんで、事前にちゃんとあのバンドの譜面も書いて、気合の入った歌ってみたようでした。はい、はい、そのそういえばさ、話が全然変わるんだけど、うん、独立記念のプレゼントなんだけど、うん、いる？せーの、チャラチャンラジオ。うん、あ、お前に？うん、おお、ありがとうございます。でも、いっか、なんかいろいろ最近イベントあるしね。え、なになになに、え、なになに、そんなことまで言われてもらわないとかある？わかんない、クリスマスまで回そうかな。いや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 、またまた言う、欲しい欲しい欲しいだって言われたもん今。本当、うん、今がいい、うん、でもなんかそ最近いろいろイベントあるしな、なんかこれでなんかそれに加え、ももにプレゼントあげてもなんかちょっとあれかなと思って。なんで、ちょっと、じゃあなんで言った？そうだよね、ちょっと今思い出しちゃったんだよ。これ一生渡さなかったら渡さなかったらなみたいな。うん、いやいや、欲しいよ。本当、うん、欲しい、もちろん。え、じゃあ、うん、なんだろう。え、じゃあもらったら頑張れる。え、頑張れる。いやいや、ああ、今後のね、チャランポランタの活動、もちろん頑張るよ。てかもう、もらわなくても頑張るしね。頑張ってるし、うん、頑張ってるし、これからも頑張るし、全然なんかもらったから頑張るとかじゃないけど、もらったらもうなお頑張るよね、やっぱり。いや、しかし1週間経ったんだね。あっという間だよね、やっぱ。なんだかんだ言うと、やっぱあの、そもそも7月17に、え、大きい。7月17に、発表してから、結構まだまだ先とは思ってたけど、もうあっという間に9月1日になった。全然独立した。内容を確認するために一度私は箱を開けてるんですけど、はいはい、全然梱包もされてませんけど。はいはい。梱包もされてない状態でいいですか？はい、もう全然もちろん。ほんと？じゃあ、たーん。タンタッタンタン、独立しまして、なんて、独立した、タンタン、そして副社長になったももさんへ、ちょっと住所が見えるので、住所が見えないように開けてください。タン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 、じゃあこれマイクどかしようか。ねえ、ちょっと待ってよ。力づく、やばすぎ。え、でも全然メルカリとかじゃないよ、ちゃんと。ね、ね、そうそう、でもちょっとあの、うん、全然開けてないんで、あの、そこ破いてくる。やば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 すぎなんだけど。もうさ、なんか友達がいっぱいいるから、なんか誰かからもらってたら結構大きいからさ、これ小春の家に来るのもなと思って、よかった。え、やばすぎてる。古畑任三郎コンプリートボックス。バコードついてる。バコ、やばい。ちょ、開けないよこれ。超嬉しい。本当、マジで超嬉しい。本当にさ、めちゃめちゃ高額になってて。あ、いや、だけど大丈夫、あの、再入荷されてたの。あ、本当に再入荷されたのよ。え、私、うわー、貯金箱まだあれしてんだけど。再入荷されてた。あ、すごい。このね、ありがとうございます。古畑任三郎コンプリ、うー、ちゃっちゃ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 、やばすぎ。しかもなんか、すごいね。
い、なんかやばー、がっちり半端ない、よかったね、やばすぎてる、やばいね、うわもうマジ最高。あのね、私そのこの古畑任三郎を見るためだけに FOD に登録してるんですよ。なんだけど FOD で見れないシーズン、あ、見れないエピソードっていうのがあって、まあそりゃな、そうそうそう、まあいろいろな事情でね、あ、そう、スマップ回とか、あ、まあ、スペシャル回ももちろん見れないし、キムタク会とかも見れないんですけど、あとはなんか中で内容なんか見たことないからわかんないんだけど、うんうんうん、あのどうやら中でサザエさんが流れてる回、うんうん、テレビでチロッと流れる回とかも収録、うんうん、FOD で配信できないとか、うんうんうん、そういう事情で配信できないやつとか、イエーイ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 、やばすぎ、マジでやばい、だから見たことないエピソードが多分ある、うーうイエーイイエーイ、私古畑任三郎大好きで、うーわやば、何これ、なんか書いてあるね、関わったスタッフの名前まで、そりゃ書くだろいや違う、毎シーズン、まあ書くか、うん、そりゃ書くよ、すごい、え、超嬉しい、こんなにある、はぁ、よかったね、じゃ頑張って、あ、もうこのほらだからやっぱりもうスペシャル、このうわ最高だわ、私これ大好き、うわやば、これやば、一郎会とかもね、一郎役で出るんだよ、うわやば、見たことないこれは、はい、というわけです、古畑中学生、ね、あのね、そろそろあの別の打ち合わせが始まるんです、ももさん、あのやばすぎ、ラジオが終わらないと、あ、ね、ラジオ終わらないと、はい、じゃこれそろそろ改めて、じゃあ、そう、あの、あーすっごい、あ、本当だ、やばい、打ち合わせ始まる、打ち合わせが始まるんです、はい、それでは、あーもう、あー、ありがとうございました、ういらさん、じゃあごきげんよう、ももびやよろしくね、副社長頑張ってください、副社長頑張りますありがとうございますまた来週、さよなり、はい、イエイ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 、あ、待って、んこれあの、あれみたいじゃない、旅立ち参加の T シャツ、確かに、確かに、たまたまだけどね、何この五角形、わかる、旅立ち参加六角形だったね、そういうことだ、いやいや、別にどういうことでもないよ、うん、どういうことでもないんだけど、なるほど、はい、見てください、はい、やばすぎ、めっちゃ嬉しい、イエイイエイイエイ、やばい、イエイイエイ、寝れなくなる、いや、ほんと？寝ない、寝て？ありがとう。わ、すげえ、これすごいわ、マジで。コンプリートブルーレイボックス。あれ？ブルーレイあったっけな、家に。え？ブルーレイ見れないの？あ、見れるわ。パソコンで見れる。え？あれ、プレイヤー見れないの？ブルーレイのプレイヤー持ってない。家、テレビはね。それは自分で買えないよ、そんなの安いの売ってんだからさ、オッケー牧場買います、絶対テレビの方がいいよ、すごい、絶対買う絶対買う、うわやばすぎ、超嬉しい、はい、打ち合わせ始まります、はい、はい、頑張ります、支度してください、打ち合わせ始まります、ズームで打ち合わせ始まります。